アントウェルペン市電はベルギーの大都市アントウェルペンに存在する路面電車。地上区間に加えて地下鉄と同規格の地下区間の路線網も有しており2020年現在はフランデレン地域で路線バス、路面電車などの公共交通事業を展開するフランデレン交通公社通称デレインによって運営が行われている。アントウェルペン市内に軌道交通が 初めて開通したのは、急速に人口や規模が拡大した19世紀後半、1873年5月に開通した馬車鉄道であった。公共交通機関への高い需要に応じて、同年以降多数の馬車鉄道の路線が開通したが、これらは複数の企業によって運営されており、車両の規格や料金体系も異なり一部は、 対立関係に陥ったことから利便性に難が生じ、利用客のみならず、各企業への不利益にもつながった。そこでこの事態を解消するため、1895年に、馬車鉄道や乗り合い馬車の資産管理会社である、軌道総合会社が設立され、同社を中心とした、協議の結果1899年以降馬車鉄道の運営企業は、 アントウェルペン一般路面電車会社へ統一された。そして、同社による路線網の再編成を経て1902年から路線の電化による路面電車の運転が始まった。1909年の時点ですでにグタはアントウェルペン市内に13系統を要する路線網を有していたが、1910年代にはアントウェルペン郊外への延伸が行われ、第一次世界大戦以降は、 市内の路線網の拡張が始まった。特に1920年のオリンピック、1930年のアントワープ植民を呼び、企業版国博覧会での大量輸送において、路面電車は大きな役割を果たした。その一方で1927年には、路面電車の運営権が新会社のアントウェールペン軌道へと移管している。 その後は同社による近代化が促進されたが、第二次世界大戦中は大量の乗客に対する深刻な輸送力不足や戦闘による被害に見舞われた。終戦後の1945年、ライセンス期限を迎えたアントウェールペン起動に変わり、市電の運営権は暫定組織であるアントウェールペン市内、郊外路面電車会社へ継承されることとなった。だが、 1946年に最高値を記録した利用客数は同年以降バスや自家用車の発達により減少の一途をたどり複数の路線が廃止された。それでも同社は系統の再編成や定時性確保や高速化を目的とした専用軌道化などの施策を進め、1960年からはアメリカ合衆国で開発された高性能路面電車、 PCC カーの導入により本格的な近代化が始まった。その後、1963年1月1日に設立されたアントウェルペン市外交通会社は市電をはじめとする公共交通機関の整備や近代化を進め、車庫や修理工場の再建も実施された。そして、同年代にはベルギー運輸省の主導により、 高規格の地下鉄と同規格のトンネルを付設し、路面電車を走らせるプレメトロ計画が始動し、1970年から建設が始まった後1975年3月25日に最初の区間が営業運転を開始した。その後もプレメトロは延伸を重ね、1990年にはスヘルデ川の地下を潜り、対岸を結ぶ区間が開通し西岸の地域から、 中心部への利便性が大幅に向上した。ただしミバの財政難の影響を受け、建設されながらも使用されない地下トンネルや地下駅もいくつか存在した。その後、アントウェルペンを含めたベルギーのフランデレン地域の公共交通事業者は1988年に実施された制度改革により、フランデレン政府の管轄下に置かれることとなり、 1991年1月1日以降、フランデレン交通公社、ブランド名、ドゥレインとして運営されることとなった。ドゥレイン移行後の利便性向上に加えて、公共交通機関の見直しの流れを受け、2000年代以降のアントウェルペンシデンでは、利用客の増加が顕著となっている。それに合わせて、ドゥレインでは老朽化した PCC カーの置き換え目的も含めて、 新型超低小電車の導入を進めている一方、路線の新設も積極的に行われている。その中で、フランデレン政府を含めた官民パートナーシップによって行われた大規模プロジェクトは以下の通りである。2020年現在、アントウェルペンシ電は以下の14系統が運行している。電停名の PR はパークライドに対応した。 駐車場が設置されていることを示す。これらの系統の途中電停は乗客からのリクエストがない限り基本的に通過するため、降車の際にはボタンで運転士に知らせる必要がある。アントウェルペンシデンを含めたドレインが運営する公共交通機関は統一運賃を採用しており、各地の電停に設置されている券売機から乗車券を購入する場合、2020年時点の 運賃は片道2.5ユーロとなる。また、同一区間の往復に適した2回乗車券、10回利用可能な乗車券、1日3日利用可能な乗車券なども発行されている。一方、ドゥレインではスマートフォン向けのアプリケーションも展開しており、こちらを利用した場合、片道運賃が1.8ユーロに割引されるほか、10回乗車券、1日乗車券も、 購入可能である。また、アプリをダウンロードしなくても SMS 認証から乗車券を購入することが可能だが、券売機から購入する場合と同額になるほか、0.15ユーロ分の通信料が必要となる。2020年の時点でアントウェールペン支電で使用されている車両はすべて、運転台や乗降扉が車体片側のみに設置されている、片運転台車両である。 2017年、ドゥレインは同事業者が運営する各地の路面電車の近代化を目的にスペインのカフとの間に新型超低商電車のウルボス100を導入する契約を交わした。その中でアントウェルペンシデンに導入されるのは5車体、連接式の型運転台車66両で2022年から導入が行われ、2025年までに残存する、 PCC カーをすべて置き換える予定となっている。ありがとうございます。